マルトニ地区は、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領、ナゴルノカラバフ自治州に1930年から1991年まで存在した地区。1930年8月8日に設置。1991年のナゴルノカラバフ共和国成立に伴い、アルメニア人勢力はここをその行政区画、マルトニ地区としたが、一方のアゼルバイジャン最高会議は、 同年11月26日の自治州解体に、伴いマルトニ地区をホジャベンド県と解消することを決定した。2020年の第二次、ナゴルノカラバフ戦争により、アゼルバイジャン軍が南半分を占領し、占領地はそのままアゼルバイジャン領に復帰した。地区の民族別人口は、以下のように推移している。10、00020、00030、00040、 零零零、1939年、1959年、1970年、1979年、1977年の時点で、地区には、マルトニ、クラスヌイバザールの2丁と38の村、そしてそれらを管轄する2つの集落ソビエトと16の村、ソビエトが存在した。以下は、その一部。ありがとうございます。